マーノヌ・ヌーは、ニュージーランド出身のラグビー選手。ポジションは、センター、ウィング。1982年5月21日、ウェリントンで生まれる。身長182センチメートル、体重110キログラム。ロンゴ大カレッジ卒業、カレッジ在学時の1999年、2000年に、セカンダリースクール代表に選出される。2001年、 ウェリントン州代表の19歳以下チームに選出される。2002年、ニュージーランド州代表選手権ウェリントン州代表に入り、ホークスベイ戦でデビュー。2003年、スーパー12のハリケーンズに入り、クルセーダーズ戦でデビュー。同年、オールブラックスに初選出。6月14日、イングランド戦で代表デビュー。同年10から11月に開催された、 ラグビーワールドカップオーストラリア大会のニュージーランド代表に選出予選プール3試合に出場する2004年セブンス代表に選出される2005年ウェリントン州代表のキャプテン就任この年のノヌーは目覚ましい活躍ぶりでスーパー12では7トライブランビーズ戦ではハットトリックを達成州代表選手権でも7トライノースランド戦でハットトリック オールブラックスのコーチであるグラハム・ヘンリーはヤング・タナと称賛した。2006年のルーはラグビーリーグ転校を示唆。2007年のラグビーワールドカップフランス大会にのルーは代表に招集されなかったがジュニア・オールブラックスに選出、リーグ転校は回避された。2008年、今度はイングランドのロンドン・ワスプスへの移籍話が浮上。これは同クラブ所属で 元ハリケーンズのリーキフルキとの進行が続いていたために出た噂だったが、同年、オールブラックスに復帰し、イングランド遺跡の噂は立ち消えとなった。2011年、ブルースと2年契約、来シーズンにハリケーンズを去ることが発表された。同年、リコー・ブラック・ラムズへの入団が発表された。2012年、リコー・ブラック・ラムズを退団し、スーパーラグビーへの復帰が発表された。 2015年、イングランドで開催されたラグビーワールドカップにおいて代表に選出され、ニュージーランドの連覇に貢献した。ワールドカップ後は、フランス一部リーグトップ14の RC トゥーロンに移籍した。2019年、ブルースに復帰。翌20年、メジャーリーグラグビーサンディエゴリージョンに移籍。同年、RC トゥーロンに復帰。2021年、 サンディーゴリージョンに復帰。ありがとうございます。